いい感じで上の方に向かいそうです。いやちょっとじめっとしてるんでね、今ちょうど7時かな、7時7分なんで、ここからね、宇部線に乗って宇部新川、向かっていくと。でそうすると駅の近くにあるみたいなんで、快活かね、そこを今日の根城にしていこうかなという魂胆でございます。ちょうど着いたら8時ぐらいになるでしょう。あとは鍵と機構室が開いてるかですね。前回はちょっと昨日はねなかったんで、今回もないとちょっときついね。暗いけどやってんだねマック。何やかんや結構歩いてたんですね。あそこも気に、これ気になるな。麺レストラン長崎ちゃん麺、リンガーハットとはまだ別であるんだ。これも多分こっちだけなんかな。今のところもね、多分こ、あの山口とかこっちの方だけなのかな。分からんかったですけど、おー四日市みたいな。なんででしたっけ、熊取でしたっけ。これね気をつけやんと四日市もね滑り飛んでるじゃないですか、たまにね。いや私一回あの鳥の糞の雨を降らされたことありますんでね、バタバタバタって音がする。何かと思ったら一斉に噴水上がっていましてですね、車だったんですけどね、車真っ白になりましたからね、ふぎゃーっていうことがありましたね。多分一緒にご飯食べてやってるんで、あれ噴をするタイミングが一緒なんでしょうね。一斉でして、本当にあの大雨でも降ったのかとか、ボトン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 とかね、ボンネットにして、なんじゃと思ったらもう前のガラスも真っ白にビチャビチャビチャ、最悪でした。いや宇部市に東横インがあるからあっちの方に向かっていったらいいんですね。あ、違う、さっき見た宇部市とはまた別か。これあれはなんか宇部市のなんかもう新幹線がついてるよ。新幹線だったら今から四日市にも帰れるのに。はあ、何これ、タイ料理の、タイ料理の自販機なんだ。こんなのあんの。ちょっとここで買ってもさすがに食べれないんで、買えないけど、うわー気になるな、こんなのあるんだ。今回の旅なんか変な自販機を拾いますね。さっきの切符の自販機、切符の自販機ってだけ言うと普通に何やけ、ありそうなやつですけどね。これ見てこんなの出しときますけどね、うん、いやー他にも何だったっけ、あのもみじまんじゅうのねやつとか、これね、いろいろありますね、うん。はあ、これで折り返し、これで折り返し地点なの。正確に言うとまだ折り返し地点にたどり着いてないんだよな。いや遠いぞこれ、やばいぞ。今回の予定はバカすぎましたね。バカな予定組んでるから、タイトだって最初の導入のところで言ってたのに、言ってたのに、なんであんなフェリーに乗ってたんだ俺は。楽しかったからいいけど、でいいもん買えたからいいけど、うん、小陽子行ってこれかちょっと前歩いて
これ買って船乗っただけですからね。まあ、ただもう今日は早速、ね、本当だったらあそこまで行ったらね、もちろん兵学校ね行ってね見学ねまたしたいなってことではあったんですけどね、あの無料で見れるんですよね。今も無料なのかね、私が行った時は無料でしたね。で、なんだっけ、中のねいろんな資料とか見れて、あそこの資料館のところですね、あそこは時間制限があって、なんですけど、あそこの資料があまりにも多くて、あれはもう何回も行って、見直さないと、すごく貴重なものが、本当にガチンコで、いや、多分軍事関係とか、特にミリタリー、そういった。海軍系のね、やつが好きな人でしたらね、もうびっくりするようなね、資料がいっぱい揃ってますからね、あそこはちょっとまた行きたい。これはニックキャシリー、ニックハウス、グリルカフェ、肉カフェ、ほう、なるほど、あ、肉でいっぱいできる肉屋なんだ。肉屋、そのままか、肉ハウスか、そういうことか。やべー、うまそう。あ、ちなみに今のところね、エイペ使いましたからね、完全にもう未来の自分へのこの丸投げ感すごいですけどね。いやでも分かったな、よかったな。やっぱり来たなね、そういうの食べたいですもんね。やっとまともにっていうか、ちゃんとしたあれになりましたね。さあ、見てこう、今から新幹線だったら新大阪19時20分来るんだな、すげえな。新幹線使ったら全然山口ご近所範囲なんですね。東京からだったら飛行機の方の方が早いのかな。でもあんまり便がないでしょうね。暑い。でもちょっとジメッとしてきたな。じとじとする。でもちょっと落ち着いた。帰宅ラッシュのね時間もちょうど過ぎたはずですし、ちょっと落ち着いて行けるんじゃないですかね。ここから長門本山までだと680円なんですね。このスズメだってところまで厄介なのか、ストンと行けないみたいなんですよね。新山口からとりあえず宇部新川に行って、宇部新川から小野田行きの方のやつに乗ってスズメだに乗り換えるとか、なんかそういうようなすごい複雑な経路で行かないといけないらしいんで、仙崎も仙崎になんかちょっと厄介らしいですからね。いやまだ遠いよね。本当に境港行けるのかこれ。ここは新山口駅です。わあ、山田の普段ザルすぎますからね。とりあえず上新幹20時2分。あ、まだ40分あるじゃん。
だったら上から行った方がいいのか、上から上進化を行った方がいいのかな。40分あるってなると出てた後か、今何分、何分だった、19時6分、あ、じゃあここが空いてんだ、6分だから全然間に合ってねえんだ。22分が下関が来る、そっち乗ってった方がええか、そうすか、なんかその方が早そうですよね。あ、すいません、はい、行きます。4階、6番乗り場、よし、あ、ちょうど電車来るわ、これで行こう。で、上まで行ったらいいのか。扉ない。